幽霊文字とは、ス基本漢字に含まれる、転居不明の文字の総称。幽霊漢字、幽霊字とも呼ぶ。1978年に、当時の通商産業省が制定した、千 C6226 では、いわゆるス第一、第二水準漢字として6349字が、規定された。この漢字集合を、実基本漢字と呼ぶ。このとして、 次の4つの漢字表に含まれる漢字が採用された。標準コード用漢字表、情報処理学会漢字コード委員会国土、行政区画総欄、国土地理協会日本生命収容任命漢字、日本生命行政情報処理用基本漢字、行政管理庁しかし、制定当時は、各文字の転居が、規格の中に明示されなかったため、恩義、使用例の不明な文字があることが指摘され、 辞書類に収録されながら自要例のない単語を意味する幽霊語をもじって幽霊文字と呼ばれるようになった。代表的なものに死やかなどがあり、これらは小辞書を網羅的に収録した後期辞典や大緩和辞典にも記載がなかった。こうした状況を踏まえて、1997年制定の改定企画では、その原案作成委員会において、 委員長の芝野浩二や国立国語研究所の笹原、広幸らが中心となり、1978年企画の原案作成時に参照された文献を調査した。その結果、幽霊文字とされてきたものの多くは、地名などに実際に使われていた漢字であることが明らかになった。調査によると、1978年、企画原案作成に先立って、 行政管理庁は1974年に上記の1から3を含む8つの漢字表を取りまとめた行政情報処理用標準漢字選定のための漢字の使用頻度及び対応分析結果を作成しており、これには漢字表と元の転挙が合わせて記載されている。当時の実基本漢字の選定の際には元の転挙ではなくこの対応分析結果が参照されており、このうち 国土行政区画総乱日本生命収容任命漢字を転居とするものに、幽霊文字が多く含まれていることが判明した。特に、日本生命収容任命漢字は、第一次企画の原案作成時点で、すでに原点が存在せず、内容に不備が指摘されている。この結果を受け、改定企画の委員会は、国土行政区画総乱の1972年版を、 構成履歴から復元した上で、そこに現れる漢字を全ページにわたって称号し、用例を確認した。このほか、現存しない日本生命収容任命漢字に代わる人名要例として NTT と電電公社の電話帳データベースを比較調査したり、30以上にわたる古今の辞書を調査対象としたりするなど、徹底的な文献参照を行った。一方、 このような綿密な調査を経ても十二の漢字については、点挙不明のまま残される結果となった。この中には、資料の写し間違いが推察されるなどの手がかりが発見されたものも含まれる。また、点挙不明字の多くは、小辞書に同型衝突した文字が見えるが、唯一、蚊に関しては同型の文字を発見することはできなかった。したがって、現在では本当に、 幽霊文字とみなされるのはこれら十二文字。狭い意味では、開位文字のみである。前述の笹原博之らによる調査の成果は、ジス X レニレー81997の付属書791小節にまとめられている。本節では、その一部を抜粋する。ジス X レニレー81997では、前述の四つの漢字表のうちいずれかを転居とする。 物か確信を得られないため、下表の12文字について、転挙不詳、不明、同定不能として扱っている。ジ JISX-0208-1997 では、転挙の明らかになった文字のうち、諸橋、大観話辞典、角川、新次元の両方に掲載されていないものを中心に72文字の転挙詳細をまとめている。ただしこの中には、 原点による語字と判明しているものも含まれる。下表にその一部を例示した。企画制定以降、辞書編纂の方針として、辞書本漢字を全掲載することが前提となった辞書類が出版されている。辞書基本漢字に収録された幽霊文字については、過去の出典を参照することができないため、その取り扱いは辞書や個別の文字によって一家のように異なった。 前述の調査結果が判明してからは、その内容を取るものが一般的である。大韓和時点は2000年に保管を、角川、新次元は2017年に改訂審判を刊行しており、いずれも、転居の判明した文字の一部を含めて収録している。笹原博之らによって、幽霊文字の調査は行われたが、これは、ジス X0208 の 第四次企画改正の一環であった。第二次企画のいわゆる83実改正では、苦点の入れ替えを主とする非互換の改変がされたために大きな混乱を招いた過去があり、それを再び起こすわけにはいかなかった。また、ユニコードとの互換性を維持する必要もあった。調査時点において1993年制定のユニコード1.1にはすでに実基本漢字がすべて、 収録されており、この時期になっての変更は、単に国内だけの問題に止まるものではなかった。またユニコードでは、ソースセパレーションルールという原則の一方、CJK 統合漢字ではその規則に反しない範囲で、包摂を行うという複雑な経緯を経て、またそれ以降においても、ユニコード収録文字に基づいて、中国 GB16500 から1995、 台湾 CNS11643 から2004などといった他国内規格が追加拡張を行っており、これら規格内にも幽霊文字が含まれている。以上のような把握困難な複雑さから変更という形での対処は事実上不可能であった。と言えよう。結果として幽霊文字は今なお自機本漢字やユニコードに残され、本とさえ用意すれば世界中の情報機器で、 利用可能となっている。幽霊文字は案内転居不明であり、過去の幽霊が発見されていないものであるが、企画制定以降は、その普及に伴い幽霊文字の幽霊が現れている。企画に収録されていることで、幽霊文字と似た形の漢字が御用を誘発しやすく、代表的な例に、ネギ、クタニオ、ネオウコクなどと御用する例が散見する。また、庭はめにの著書では、 幽霊文字、血を用いた詩芸本という名字を出典なしに掲載しているが、これもまたは案の誤植の可能性が高い。笹原博之はこうした御用例を幽霊用法と呼び、曖昧な用例の不要意な引用により、情報が一人歩きすることについて注意喚起している。朝日新聞データベースにおいては、1923年2月23日付の 朝日新聞長官の記事に対応する検索キーワードとして幽霊文字、かを用いた埼玉字家会が含まれていたが、その後、埼玉字協会の御用と結論付けられ、検索キーワードも修正された。誤字の可能性が高いもののうち、本来の文字が JISX0208 に収録されなかったものは幽霊文字をその代用とする要例がある。企画上はこれらも、 ご用の範疇であるが、ジスエックスレニ一三では異なる。区点1で本来の文字が登録されたため、ジスエックスレニ一三の普及に伴ってこうした要例は少なくなっていくものと予想される。その他個別のものでは、検証可能性の高い要例として以下のものがある。なお、事業例ではないが、幽霊文字紹介としての利用が多々ある。本記事もその一例であるが、 幽霊文字について解説する以上、具体例としてそのうちの何文字かを挙げる必要がある。ため、企画制定以前に用例が見つかっていない幽霊文字にとっては必然的にこれが主な用途となっている。ユニコードの CJK 統合漢字にも収録経緯が不明な文字があり、こちらも幽霊文字と呼ばれることがある。これは中国が CJK 統合漢字の制定時に各国が合意した企画に含まれない多くの漢字を既存企画収録文字として提出したことによるものである。ありがとうございます。